無理無理成人のマスカルポーネクリームパンケーキです。はい、やっはー皆さん、こんにちは、みやびんでーす。はい。今日は、ゴールデンウィークの、なんか中身か知らないけど、めっちゃ電車混んでてイライラしました。今日もイライラしまして。はい。本日はこちらアンティームのみやびマーク 2! こちらをレビューしていきたいと思います。

みやびをレビューするという日がついにやってまいりまみなさんがもうご欲多すぎるし、うん、あのリアケーブルとどうなんですかとかみゆきとどうなんですかとかね、うん、すごかったんで買いました結局ね結局買いました <laughs> まあねなんかねやっぱうちが,がやんなきゃダメなのかなっていうのがありましてまあみやびはもうあの僕にプロデュースされてマーク2になってるんですけどある意味うまい、えー、イヤホンのマーク2は今日やります <laughs> <laughs> うまい、ね、で、こちらね、まあ、一応開封やっとかないとね、泣く人がいるかもしれないからね、あのやっとくけど、あ、別に癒着してないよ、うち。えー、っとで、いつものポーチ。ポーチ。で、Icep01 の、e、が各サイヤピが隠さ位置。あ、そうなのはい、ついてます。えー、ついてます。それいいね。はい、ついてます。ナイスです。ナイスです。えー、まずね、今日ね、あのー、標準の状態で。 標準のケーブル Icep01 で m i y a v にはまず聞いてレビューしてもらいます。その後皆さん気になってるあの、ね、リアケーブルだとどうなんだとか、まあ僕の最強チューンでも、最強の組み合わせには m i y に聞いて、ちょっと反応どうなるか見てもらおうと思っているんですが、えっ,っと、まずね、まあみんないらないと思いますけど、説明します。<laughs> えー、アンティーム、みやびマークツー え、こちら、MMCX とペンタゴンイヤー端子の2モデルが出てます。今回、当然、ペンタゴン買ってます。で、えー、グラフェンコートウーファーと第3世代 VST。で、あと第4世代の HDSS になって、で、第4世代の HDSS によって、第3世代よりも音響補正効果がアップしてますと。で、HDSS っていうのはね、まあ僕ら、 チューニングの時作ってるんで分かってるんですけど、まあ、ちっちゃいちっちゃいピンセットで貼るような特別なあれなんですけど、キャビネットの内部の音がね、ウーファーの振動板に影響を与えないようにして、サウンドステージの広い優しい音を得るためのものです。<ー>はい、で、あとですね、今回ね、あれ、外観みやびマーク、初代と変わってないじゃんって思うんですが、変わってるんです。うん、どこでしょうこの紐のところ。違います。ここ。違います。 え,えっとね真鍮からですねこれなんと燕三条あ匠の町ですね日本が誇る、はい、燕三条の匠の技術で誕生したチタン筐体の陽極酸化をフロントハウジングだこ今回チタンになってます。ね、でなんでチタン合金にしたかっていうとチタン合金はね音響的な内部損失がとっても低くてアルミニウムより あと、真鍮とかより高い周波数まで音を伝えられるからです。で、ケーブルは M ゾーンの芯材を使って、ホット側に OFC プラス銀コーコールド側に OFC を採用しているとのことです。で、イヤピはアンティームオリジナルのアイセップゼロワンを採用とのことで、こうなっています。ついに赤になったね、そうですね。ちゃんと右左分かる。<laughs> その辺は、その辺はね、やっぱフィードバックをちゃんと聞いてくれるっていうのはいいことだと思いますね。うん というわけで、いつも通り、フィーオじゃない。フィーオじゃないね。違うよヒ。ヒリスだね。もう怒られてた、ね。泣いちゃうよ。ヒリスさん泣いちゃったね。あんこれで提供来ないね。<laughs> でも知ってたヒリスの MS5。<何>全世界のセールスページに、うちのレビュー動画、日本代表で載ってるんだ。<laughs> 各国のレビューは外人さんがボンボンボンっている中に、うん、君が、 ってサムネで出てますえあれ私漏れてるっけ顔漏れてるあよかった,よかったそこ <laughs> 日本代表で入ってますえー、なんで、はい、あでもヒリスさんから金ももらってないし、うん、うちは何の忖度もなくやったのをヒリスさんそのまま載せてくれてる素晴らしい企業ですファンじゃん私の方 <laughs> <laughs> ちゃちょっとレスポンス悪いけどね、うん、そうねでも日本語で送ってくれるから、ね、うん優、ね、しいというわけで付属の M ゾウの新材を使ったニューケーブルで 聞いていきましょう <Okay. S 1> えー、まずは <laughs> いつも通りアップルミュージックアップル AAC ファイルでミニでやってますね<ャ>これあれじゃんこれついてるよね確かねあんのこれほら,<お>おら,らほらほら<お>動いた動いた<お>あの人はこういうとこ手抜かりないと思うそうだよね、うん、ええー、というわけでブラックピンクさんでボリュームつけてくね。はい、ねはい、ラブシックグール ちょう大よいしょ。おー。なんだ曲がスッと入ってくる。これがなんていうのあの、よくひも字が言ってる。なんだっけ、音場音上の、なのかなっていうのが、 初めてなんか分かった。スッと分かった感じの音。<laughs> はい。むちゃくちゃ広いってことですかそう、うん。平井大さんです。スタンバイミー、スタンバイユー。あー。J-POP も無難に、ね、やっぱ K-POP さっきのがすごい良かったな、なんか。ええー、しかもまるっとしてるから聞きやすいし。 低域のね、なんか、質、質というかなんだろう。なんか、すごいいい。はい。うわりまさんでてむに。おお、すごい、ほんなんもなんかね、すっきりと違うけど、もうなんか、曇りない音。<laughs> めっちゃなんか、めっちゃなんかいい。 で難しい、これを表現するのが。はい。EDM ノートでダンスミュージック。ええー。細かい音も聞こえやすいし、低域と中高域のバランスもすごいいいし、聞き疲れは絶対にしない。 でもすごいなんだろう。飽きない音だから、どのジャンルにも合うし。はい。ホワイトスネークさんでステルブ・ザ・ナイツ。おー。大人のハードロック。いや、すごい余韻も。いや、マジでめちゃ空間いい。はい。 菅田将暉さんで「間違い探し」なんかね遠くまで見えそうな感じの音なん,かなんか音の遠くさが見えるはい瀬さんで夜撫でる目のああ打ち込み系もめちゃめちゃバランスいいし。 うーん、綺麗。本当に、まるっとしてる。はい。うんと。えっ、ー、と、サマーウォーカーさんでカルマ。あー、いいね。女性も男性も、どっちもいい味を出してる。はい。えっと、アニタ・ベイカーさんで、ユーブリング・ミンジョイ。 ああ、いいねーボケとボーカルが同じ音量で出てるから、ボーカルも引っ込まないし。こういう曲超合いそう。はい。えー、音場空間の広さ、音場音場空間の広さを確認してもらうときの Perfume Flow。うん。 ああ、いいねまるっとわかる。もう頭上の空間。ここの空間が、すぐに、もう見える。はい。Coldplay BTS で My Universe。ああ、綺麗。本当この曲ってさ、ごちゃりやすいんだけど、それが一切ない。はい。 はい。感想をどうぞ外してください。いや、すごい。なんかね、久しぶりに、なんか、言葉、語彙力が失われたって感じで、うんうん、なんかこう、うまく、この良さをどうやったら伝えられるのかなって感じだった。うん、あとなんか、意外だった。結構なんか、なんだろう。もっとゴリゴリ系とかなんかと思ったら、おなんか全然違った。大人しくもないけどもちろん。うん、でもなんか、大人の上品さが、 兼ね備えられてた感じだった。うん、ですかですです。えっと今ね、僕、リアケーブルにこれから変えますけども、僕最強セット、僕が聞いて最強だった、このミヤビマーク m a のポテンシャルを200%発揮する組み合わせで、えー、やるんで、えー、イヤピをまずですね、コレールに変えます。 で、ケーブルをリアケーブルにします。うん。みんなこれ気になってるんでね、この組み合わせが。これどっちだ右か。で、これ左っす。でもケーブルは右だよ。あれ間違えた。急いでやると間違えちゃうね。左右逆で効かせるとこです。危ないね。危ないね。 ちゃんと見る見ます。普通、あの、本体も赤くなってますんで、単身のとこが。そうな右左わかりますから。なんか、は,はめんのが難、もう少し。まあね、もともと、シワがけするタイプじゃないから、<laughs> ギュッと押し込んでくださいね。押し込んでくださいね。押し込んどりや。うね、うちはこういうとこもカットしないでお伝えしますんで、で、 聞いていただくのではないですね。まずですね。まあ、一回コールドプレイ聞いてもらいます。はい、えー、これリアと、えっ、ー、と、イエピがコレールに変わってます。リアケーブル。ちょっと前ユニバースかけます。あ、先生。これ繋がってますあ、繋がってない。<laughs> もうね、今日ね、なんかね、もうね、ちょっと、撮影前にじでっかい地震来ちゃってですね。えっ、ー、と、ちょっといろいろ情報を集めたりしてたんで、ドタバタ私してまして、災害来ると僕忙しいんで、<laughs> ただまだでかいのは、 超絶でかいのまだ来てないんで大丈夫ですけど、えー、コールドプレイでマイユニバースをちょっと聞いていただいておーおーちょっと下げようかな音量うんすごいより音の厚みが倍になったでもごちゃつきとかはそういうのも変わりなくで音の太さ厚さがガラッと変わった あ、いい定期。なんか心臓に響くんじゃねってぐらい。はい。で、矢沢栄吉様、時間よ止まれセルフカバーリマスタード2022よりじっくり聞いてください。ちょっとボリュームご1個上げた方上げたかったら上げてって言ってね。うん。<coughs> ああ、なるほど。1個上げしてみようかな、じゃあ。ああ。すごい、音量1つで、ね。 空間の広がりが変わるんだね、こんな。身近からなんかさらに遠くになった。おーおほほーなんじゃ真横で歌ってる A ちゃんが。 すごい息遣いがギリギリまで聞こえるはい、えー、そして最強セットでなので、えー、最後ちゃんとしたものの時は聞かせる「アリアナ・グランデさん」で「ジャスト・ルック・アップ」おお いやすごい。厚みやば。いやーめっちゃいい。濃厚サウンド。<laughs> うわあ、きれい、こん。 はいはい感想をどうぞやばいねここまで音量が大きくて、うん、音の厚みもなんか太さもすごいからさ、うん、耳に普段は多分キーンとギリくる感じなのにそれが一切ないのもう高音すらめっちゃ綺麗だからさもともとアリアナ様のさ歌声はさ歌姫じゃないですか、うん、お皿になんかグレードアップしてツヤ、うん、感を増したような音に変身するから、うん、なんか すごかった。なんかライブ並みの感動を覚えた、今。ダイレクトに来るでしょ。やばい。で、ボーカルすごいでしょ。うん。本当に濃密度をだった。<laughs> もう、こってりの他、何もない。そのぐらい、すごかった。うん、ですかはい。 じゃあ僕のターンで音質詳しく言っていきます。えー、まずハイ広域はですね、クリアで繊細で解像度の高い伸びのある広域で空間ももうダダっ広くて刻むハイハット、シンバルの金属音の表現もとても良かったです。で、ミッド中域はもうボーカルがちょうどいい位置で前に出ていて、だから出すぎてないし引っ込んでないちょうどいい位置にいて、 まあ、オケとの分離も良くて、中域の質がとても高いので、まあ、ツヤや伸び、厚みもあって、横の空間も広くて、定位もまた良いので、各楽器が重ならず、混ざらず、きちんと各楽器や音をつかめましたと。で、ロー定域はもう出しゃばらず、ちょうど良い,い量の定域で、ベースラインの重さとか質感も良かったです。で、ビートのアタック感もキレも良いし、 重低音はドーンって出ないんですが、低域の深みはちゃんとあります。多分これグラフェンだからですね。グラフェンってグラフェンウーファー。ああ、フンチタン使っちゃうと多分もっとガシってしてくると、ヒモホンがチタン使ってるんでね。うんで、音場音状ですね。もう上下左右に広いです。もう広大な空間が広がります。で、空間はもう、 適度で上質な低域に支えられながら、で、中高域がもう球体状に、もう366、球体上に広大な空間に広がって伸びていくという感じで。ね、もうすね。すごいですね、これはね。<laughs> で、音の傾向は、若干寒色ドライよりのナチュラルフラットなサウンドで、解像度も高くて、オンバーオン上空間はとても広く、 音の分離感とか定位もいいので、これはイヤモニとしても使えるレベルのサウンドな感じでした。うんうん、で、えー、あらゆるジャンル、音源をニュートラルに鳴らす基準となるイヤホンで、まあ、モニターとしても十分に使えるレベルにチューニングされてるなと思いました。まあ、今回このミヤビが中心にあって、うん、これを基準にキラと ゴーが、低音に振ったゴーとか、迫力低音に振った、聞いてないからわかんないけど、うん、あキラゴーも多分買います。<え>違いやります。うん、ただキラとゴー一本一本多分レビューしないです。キラとゴー買ったら、この3本がどう違うかっていうレビューすると思います。多分みんな迷ってると思うんで、うんうん、これが真ん中に基準に来て、もっと広域とかそっち楽しみたいなら、 キラーみたいな感じで。うん、で、低域楽しみたいな GO っていう感じみたいなので、うん、まずこの、だから、基準を聞いてみないとなっ,つって買ってるんですけど、ううん、十分基準になります。で、まあ、いつも通り、EDM 系は重低音までは出ないんですが、ビートの質とかアタック感、綺麗疾走感もあって、中高域の空間が広くて、表現がとてもいいので楽しめます。で、ハードレックやメタルは、 もう第三世代 VST のおかげで中高域の表現と質がとても高いので、まあ、シャウトするボーカルとかうなるギター重いバッキングギターで迫力のある上質なハードロックやメタルを楽しめましたで R&B やバラードはもここで真骨頂出るんですけども男女問わずボーカル表現が素晴らしくて空間の広さも相まってもうバラードや R&B は最高に楽しめますでアコースティックギターの表現もすごかったです、うん もう弦が擦れる音からピッ,ッキングノイズ、フィンガーノイズ、全部出ます。キュッキュッっていうのも、リアルに。で、えー、みやびに聞かせましたが、皆さんが気になっているリアケーブルとみゆきとコレールの相性なんですが、これもね、みんなに聞かれてるんで、コレール含めて。リアケーブルをまずつないだだけだと、音の厚みが増して、音圧も増えて、定期成分増えます。 で、ボーカルがさらに前に出てきて、ボーカルの表現が一段上がります。で、バラードや R&B、クラシックとの相性は抜群になってました。で、みゆきにするとですね、中高域がリアより派手に前に出てくるようになって、低域の締まりが良くなって、若干音が硬くなって中高域がカリッとしてくるので、中高域がカリッとした硬い音がいい人はみゆき。うん 柔らかい音で一段音圧、低域、ボーカル、空間を広げたい人はリア、ケーブルがいいと思いました。うんうん、あちなみに僕はね、配信では見してますけど、みゆき持ってますからね。うん、スペシャルみゆきを。うん、<laughs> それに関してはまた、あの、えぐっちゃんから許可出たら、スペシャルみゆきとか、スペシャルリアとか、えー、こうできますよっていう動画をそのうちアップすると思いますが、今調整中なので。うん えね。で、個人、僕個人的にはリアケーブルとイヤピがコレールの組み合わせが一番最強にミヤビマーク2のポテンシャル出すなと思ったので、ミヤビにそれで聞いてもらったんですが、もう広域が、あれですね、出過ぎと感じて、低域がもうちょっと欲しい人はセドナクリスタルとかセドナセラスティックにイヤピを 書いいてくだださいちょっとまた変わるんだ音がだ僕がセドナー、今回クリスタルセラスティックつけた時の音はあんまいいと思わなかったので今回みやびに聞かせてません。で、えー、っとね、初代みやびから比べるとまあ、まあ、ここまでグレードアップしたかっていうかもう別物じゃんっていう驚きが最初聞いて まあ最初聞いてね、箱出しで聞いて思って、さらにこれ70時間エイジングしてますけども、v s t 積んでるんで、エイジングしないと結構攻撃刺さってきたりするのがあるので、まあ正直驚いて、で、これは結構ガチでイヤモニとして使えるレベルに仕上がってるなと思ったんで、で、リスニングでも空間の広さが初代ビから全然広くなって良くなって、 ただ広くなって、ぼわってしてんじゃなくて、ちゃんと解像度締まりがあって、中高域の質と伸びとツヤ感が増して、で、ボーカルの表現がすげえ、すげえつっちゃった。すげえ良くなって、<laughs> さらに良くなってるので、初代より。<laughs> まあ、これでイヤモニ作りたいなって、普通に僕は思います。うん、リスニングしないんでね。これイヤモニにしたら、ステージで結構、 とか、あと、ミックスの時のチェックでもいいなーっていうぐらい、定位もちゃんとしてるし、音の分離感いいし、これあれですよ、標準状態の時の、この標準ケーブルと、標準 i プゼロ0 1と、の状態でも、3.5mm シングルエンドでも、まあ、みやび最初それ聞いてるけど、3.5、mm、でも全然空間広いよね。うん、広い。はい。で、 なので、もう全然この標準状態でポテンシャル高いんで、さらにっていう人はリアケーブルだったり、まあ MMCX とペンタゴンイヤー両方出てるんで、自分の持ってるケーブルでいろいろ試してみたり、イヤピを、まあ今バカ売れしてて、え在庫また切れてますけど、さらに切れてるんですけど、え <laughs> ぐ、ね、ちゃん死んでるみたいですけど、うん、えっと、ね、あのコレールとか、うん、コレールとの相性も良かったです。試しに聞いてみましたが、とても。 でね、これあれなんですよ。なんでコレール試したかっていうと、この間、ね、M78 店員から東京までドリームシアター見に来た菊水さんと会ってるんですが、菊水さんがまさに、あの、コレール、宮城マーク2、リアケーブルで愛用してるんですよ。ー嬉しい。で、ユッーさんも同じで、もう心よりその組み合わせの方がいいって言って、ー,ーさんは今、宮城、 マーク2メインになって、えー、なので、心変えなかった人は、こっちで全然大丈夫だと思います。こっち買えば、うん、まあ、みやびより安い、値段後で言いますけど、みやびじゃないや、心より安いんで全然。変、うん、えなくて、うんってなった人は、えー、っと、このみやびマーク2で全然いいと、うん、こっちで代用を聞くと思います。うんうん、で、 価格ですね。はい。えー、アンティーム、ミヤビ、マーク2、イーヤホンさんで、まず、MMCX とペンタゴンで値段違います、当然。まあ、1000円だけですけど、確か。えー、イーヤホンさんで、MMCX 版が26,400円です。で、今回の僕が買った、ペンタゴン、ペンタゴンイヤーはここにも全部、ペンタゴンイヤーって書い,書いてあるんで、ペンタゴンイヤー版は27,500円です。うん、1100円高いだけです、ね。うんうん なので、好きな端子の方を買っていただければと思います。なのでね、まあ、僕が買ってるんで、ジャイビンが出るのかどうか知らないですけど。うん、えー、聞いていきましょう。はい、アンティームミオビマーク2イヤホンさんで、MMCX が26,500円。今回僕が買ったのは、ペンタコンイヤー27,500円です。買いますか買いませんか買いまーす。すっ <laughs> なんか1,100円の差でも全然さ、 安くもえるよねっていうのとなんか確かに本当になんか濃厚すぎて印象がもう良すぎたし、うん、音がどのジャンルにも合うっていうところがもう自分の中の最高ポイントだったからこれはすごい良かったしかもリアケーブル難民だったまかないイヤホンしか聞けなかったあなたはこれ、ね、リアケーブル楽しみじゃん、うん、あとあ,あんたコレール持ってますから、ね、まあね、うん、なんかすごいろいろ試せそうだから良かったなと思ったしリアケーブル 頑張って私なんも主軸だから、うん、それに合う、より良い,いことになるっていうのは、すごいね、うん、高いポイントが。いいですね。相性良かったですね。良かった。うん、では、ひもじ、アンティームのみやびマーク2、こちら売りますか、ありませんか売りまーすこれはね、もう、まあ、アンティーム、オーツエイドのスタッフ、皆さん含め、ワタさん、ちゃんと仕事してきたなっていう、うん、きっちり仕上げてきたなっていう、 すごいちゃんとした変化が見えるようなすごいバージョンアップだなというこれ別物として違う製品名で売ってもいいんじゃないかっていう感じぐらいただ音の傾向は似てます、うん、そのまんまブラッシュアップ度がすごいですこれマーク3相当出すんだったらハードル上がっちゃいます、うん、と心配するぐらいちょっとマーク2と呼ぶにふさわしい進化を遂げているしまあ買う予定でまだ聞いてないけどキラとゴーの基準となるイヤホンとしては十分すぎる。 僕がキラとこう買,う買う予定でまだ聞いてないって意味ですね。まあ、基準となる、3シリーズの基準となるイヤホンとしてはもう十分すぎる存在だと思ったのと、まあ正直4、5万してもいい音はしてるので、まあ2万七千円、ペンタコンイヤーで2万7500円っていう価格は正直安いと思ったのでという感じです。はい。 というわけで気になってた方は、やっとうちがレビューしたかって感じなんで、まあ視聴もね、これはできるので。まあヨドバシとかにもね、ビッグとか高崎だったら置いてあるみたいな、いいやじゃなくても視聴できると思うので、まあぜひ視聴していただいてという感じで。はい。は<ぁ>よく頑張りました。よく頑張りましたね。今日ね、まあ自信あ,あるわ、暑いわね。28でありますから。うん、夏だね。 あとびが僕にもう来た時からもう引っ張たかれるわ蹴られるわもう怖いですごい僕奴隷ですからなんつって <laughs> 時計の剣じん <laughs> <laughs> というわけで私はドラえンシュッ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 はいなんか予想以上だった本当にあとやっぱねこのリアケーブルに合うっていうのはすごく嬉しいねどんどんリアケーブルに合うイヤホンシリーズ発掘もねできてはいいよねなんかレビューごとにね とて思います。そんな感じで今日も終わりまーす。ぜひとも皆さんチェックしてみてください。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。